こんにちは、むなみりほです。これから私の大事な撮影の前の体型管理とか、太ってきたなって思った時の体重を絞るやり方とか、食事記録3日間今日から撮っていきたいんですけど、それではスタート。昨日もね、撮影だったので一日中、今昼の1時半です。1時半、1回ね、マッシュで私が体を絞ったっていう動画一回出したんですけど、私が基本的に体型管理する時とか運動あんまりしないって言ってたじゃないですか。まあダンスレッスンとかそういう腹筋の方法とかは置いといて、そういう有酸素運動とかジムとか行ってないので、基本的に食事管理で徹底して、まあ、健康的に落とすっていうやり方が私の基本なんですけど、パパってことで、早速お昼の1食目食べていきたいと思います。今日はね、キノコとベーコンのミートドリアです。じゃじゃん、箱変わったね、コンパクトになってる。こんな感じで、じゃじゃん、大豆のチーズもたっぷり。ちょっと冷ましますね、私猫舌だからちょっと食べれない。で、私が前回ナッシュで体絞った時は、エリーさんのミュージックビデオの時かな。一日ナッシュとお米ちょっととか、一日2食とかで1食をナッシュにしたりとかして体を絞りました。結構ね、満腹度がすごいので、ご飯系を食べないで、例えばなんかジュースに変えて置き換えダイエットとかもあるじゃないですか、いろいろ。もう私は続かないし、絶対食べちゃう。練習生の時も胸肉だけのダイエットとかしてたけど、絶対何かしら食べちゃうもん、物足りなくて。だったらこうやってちゃんと糖質とか健康的なこういうナッシュのお弁当をちゃんとしっかり食べて、お腹を満たして、で お菓子を食べないとか、そういうダイエットの方が絶対体型管理しやすい。いただきます。熱そう。前回もおかずだけだったけど、ナッシュで初めて米が入ってる種類頼んだけど、お米美味しいね。味も全然薄くない。これをちゃんと食べなさいってお母さんによく言われるんですよ。あのインスタライブとかでも質問でもたくさん多かったんですけど、どうやって痩せたんですかみたいな。そこでも何回か話してたと思うんですけど、食事なんだよね、ナッシュで絞ったあのミュージックビデオの時。でもちろん仕事も忙しくなったっていうのもあるし、ダンスレッスンもしてるからっていうのもあるのかもしれないけど、リバウンドしなくなったね。無理なダイエットしないから、断食とか。栄養バランスがいいから、何よりそれが一番だよね。栄養バランスのいい食事をしないと、やっぱ体の健康とかにも関わってくるので、コロナとかもあるし、とか免疫力も下げちゃってだから、なんか食べないダイエットとか、そういうダイエットあまり人欲しくないなって思います。皆さんもドリアめっちゃ美味しい。お昼こんな感じで食べたので、夜何食べようかな。お腹いっぱい。ごちそうさまでした。それではちょっとお仕事に用意して、お仕事バイバイ。じゃーん、お仕事終わって帰ってきました。今は夜の8時です。本当はね、10食変えて違うやつ食べようとしたんだけど、なんかね、今日はちょっと自炊する気にもならなかったので、今日はもうナッシュと普通にご飯を炊きました。ご飯ちゃんとしっかり食べて、韓国のりでしょ。あと、このキムチがめっちゃ本場の味で美味しいよ。で、今日のメニューは、チリハンバーグステーキ。美味しそう。めちゃくちゃしっかりしてるよ、ハンバーグ。今日はもう、めんどくさかったので、一日ナッシュでした。じゃじゃん、美味しそう。で、このね、ここにね、モッツァレラチーズがあるんですけど、これは丸いやつを、4つ、前サラダに入れたやつが残ってたから、これは私は勝手に付け加えました。いただきまーす。これびっくりした。ねえ、これ冷めとった。これもう一個頼めばよかった。うまっ。
キムチ食べます。このメニュー3個ぐらい頼んどけばよかった。私今10食頼んでるんだけど、チリハンバーグステーキ1つしか選んでなかった。本当ね、60種類以上のメニューから自分が好きなメニュー選べるんだけど、その中から6食、8食、10食のプランの中から自分の好きなプラン選べるんだけど、私は10食のプランにしてます。母から電話来た。何？ちょっと今 YouTube 撮ってるからかけ直すわ。はい、いきなりの電話。びっくりだ。パパも、まあ、血圧高いからこういうの食べながら、今ネット普通に食べた。発酵食品も食べないと肌肌お腹いっぱい。1日目のご飯終了。2日目です。3時初ご飯ですね。焼きそばを父が作ってくれました。キャベツたくさん、野菜たくさん、温かいうちいただきます。7時47分です。今日1日オフで焼きそば食べた後やることがあったので、やることをやってそっから寝てたんですね。私仕事じゃない日は本当に外に出ないんです、ほとんど。美容で何も入れてなかったので、夜は当たり前になしですね。動いてないので。エビマヨ弁当、美味しそう。今日は塩ご飯は食べません。こんな感じです。いただきます。味噌汁いただきます。料理してくれるのありがたいよね。尻尾さんついてる。うん、うん。ご飯食べてすっごいベッド来ました。私も29分ですね。なぜこんなにすぐベッドに来たかというと、私の女の子の日の前なんですね。なので眠い、本当は食欲がすごいんですけど、でもそれを6時間にで攻めて抑えております。なるべく食べてすぐ寝っこがないようにしてるんですけど、思って運動とかあんまりできないので、今日は運動はしません。多分お風呂に入っていきたいと思います。おはようございます、グルさん。グルさんファンがねたくさんいてくれるんだって。グルさんよかったね。今は1時前でした。今日もお休みです。今日休みラストで、明日からまた過酷な労働人生が始まります。女の子の日のもう本当に直前で、甘いものが食べたい、我慢してね管理をしています。今日のお昼のメニューはハンバーグとお野菜のデミです。お米はなしでいきます。今日もでも休みといってもやることがたくさんあるんですよ。皆さんにまだお伝えできないんですけど、ちょっと、まあ、楽しみに待っててください。美味しそうでしょ。いただきます。何しなんだ。現行犯逮捕。今回私が選んだハンバーグ本当に正解だった。食べ応えあるし、もっと頼んどけばよかったな。買えば買うほど特に購入が可能なんですよ。私が今回頼んだ10食プランは
1食あたり599円税込みで、だからコンビニ弁当と比べても値段は変わらないし、コンビニ弁当より栄養も入ってるし、コンビニ弁当買うなら絶対なしの方がいいよね。いただきます。うん、うん、なしちゃんには会員割引制度があって、たくさんご購入したらかなりお得に購入できます。あー、おいしいね。それテレビに集中してる。完食しました。ごちそうさまでした。で、私女の子の日の前って言ったじゃないですか、甘いものがどうしても食べたい、じゃじゃん、甘いもの食べたいとき、これもナッシュロールケーキです。プレーン味、甘いものが食べたすぎて、うん、めっちゃ甘いのよこれ。普通のね、ロールケーキと変わらない、そこがいい。食べたくなるよね。ごちそうさま。これで私のお昼ご飯終わりです。今からちょっとね、お仕事をしたいと思います。お風呂入ってベッドに来ました。今日は3日目だったんですけど、昼のハンバーグ食べてから何も食べてません。女の子の日直前すぎて、私そこの前日はあんまりもうお腹が空かなくなっちゃうんですよ。明日ね、大事な撮影なので、むくんちゃ様なので、今日はナッシュだけで1日過ごしました。私のこんな感じの3日間食事でした。こういう風にからちょっとストレッチをします。むくみを取るために、あとゴキブリ体操をむくみをこうやって取ります。こんな感じで体柔らかくない？腹筋をしております。今ちょっと明日はお腹が見えるなので、寝る前は腹筋を寝るようにほぐします。もう12時半だ。なんだかんだ。ってことで皆さん、明日も早いのでおやすみなさい。